主のアクーだよーん。毎度おなじみ、レオなんだぜ。ってことでね、今日はいよいよチカトシを探索するぞい。出たなチカトシ。出たねー。やる気出せやごらー。本人もしんどそうですね。とまあそうこうしてるうちに着きましたぞ。ボーデンに倒されるところまでは予知できた。そんなヘマするわけ、いやー不安しかないぜ。いざ、ダイブ。ダイブという割にはゆっくりなんだな。いや、ちょっと怖いんだもん。まあ最悪ボーデン出てきても速攻で逃げれば大丈夫っしょ。それは、どうかな。ま、出てこようが出てきまいが進めるだけ進むけどね。思ったけどここの羊毛取ってけばよくね。歴史的建造物を素材として使っていくという。お構いなしだぜ。お、ろうそくだぜ。意味ありげなオブジェクトもお構いなし。私のものだぜ。何の音？これは真っ暗になった。あれは間違いなくシュリーカーだ。シュリーカーってあれでしょ？うむ、そのあれなんだぜ。お宝探しといくぜー。こういうところは分かりにくいところにあるから、しっかり探さないとね。ここからはダイジェストでお送りするぜ。ということでありそうなところいろいろ探してみます。早速あったな。さて、中身は？これは？なかなかいいじゃないか。うちはびっくりだぜ。真ん中のでかい建物に来てみたよ。シングルゴールデンアポーやな。金のリンゴって美味しいのかな。ろうそく葉もらっていくぜ。うわー、こうしてと。ダメじゃねえか。まあでもこれで完封。チェストの中身はどうだ？次、探そうか。うん。おっと、シュリーカー壊さないとな。多分次なったら出てくるから気をつけろよ。シュリーカーオッケー。センサーも壊しちゃおう。あ、はっ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 はー。もう帰りたい。今度こそ頼むぞ。あ、別のところを貫通だぜ。一つ目、ディスクのかけら4枚ハスゲー。2個目、エンチャボンがたくさんあるな。高速スニーク2。
高速スニーク3、高速スニーク3、ダイヤモンドゲッツ。帰ってきたぞー。まさかのオデスで帰ってくるとはな。当たり前だろ。ま、それはともかくおやすみー。おやすみー。おはよ。おはだす。ってことで今回の収穫はこんな感じ。なんかエンチャキンリンゴとかいう豪華なものも持って帰ってきてるし、大成功だな。しかもエンチャボンもなかなかいいものだぜ。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価もよろしくなんだぜ。じゃ、動画が終わる前に一つ。チカトシは山岳バイオームの地下に生成されるらしいぞ。山岳以外だと見つからないって噂もあるな。以上、本編の後の小話でした。バイバイ。またな。